疲れ様でした。どうもお疲れ様です。はい、2日間にわたりですね、はい、落合先生と、課長先生のなんていうんですかね、子供の裏、はい、ずっと行きたかった、一緒に行きたいって言ってたところを、はい、無事2日間、終えることができました。まあ、今回はその感想動画ということで、落合先生と課長先生に2日間回られてみて、うん、どうだったかっていう感想をお聞きしたいと思います。お願いします。ありがとうございます。先生、まずは今日はありがとうございました。もうね、僕の場合はですね、どこがどうだったかっていうのは先生にお聞きして、とにかく嬉しかったということと、とおそらく先生はそう思われてるかもしれませんけど、日本の歴史がいい意味で少しずつ解かれてくるのではないかと思いましたけども、先生どうだったでしょうか。いやもうまさにおっしゃる通りでね、はい、やっぱり現地行くとやっぱり分かることがありますね。私ね、驚いたのはね、はい、安国寺恵敬という名前は知ってまして、その歴史的なこともある程度知ってましたけど、まさかここにね安国寺があるとは知らなかったですね。でその安国寺がしかも それだけじゃなくてね、ただならぬその事情が、皇室の深い事情が決められているということが分かりましてね、いやこれは本当に驚きました。それからもう一つね、野中間神社ですね、これもね、まあ驚きましてね、いろんなことを感じました。まだ後で申し上げますけど、はい、まずですね、私の方からですね、先生に、まあ、お礼ももちろんそうですけど、どうして鞆の浦に先生が行かれるって聞いた時に絶対に行きたいと思った理由がありまして、それも先生と一緒にうちの祖父の生まれた場所に行きたいってことがまず一つと、鞆の浦にちょっと思い入れがあるんですよ先生。どうしてもそのおじいちゃんが生まれたところとか、噂ですけど大正天皇も子で生まれたとか、まあ噂でありますけど昭和天皇も子で生まれたかもしれないっていう、そういうところも含めてですね、先生にどういう、僕らで見てもわからないんですけど、先生から見るとお分かりになることがあるだろうっていうところで、鞆の浦も喜ぶと思ったんですよね。先生が来てくれることがすごく喜ぶだろうと思いましたし、地元の原田さんもですね、やっぱ先生が来てくれることを非常に喜んでいらっしゃったということで、まず僕はね、安国寺を先生にちょっと、紐解いていただけると嬉しいかなとは思ったんですけども、どういう感想でしたね。まず全体的にね、この鞆の浦の性格ですけど、やっぱり平家と南朝ですね。まずね、もう平家の根拠地の一つですね。大きな、まあ秋の宮島、今厳島神社ですか。これも当然平清盛が開いたわけですから有名ですが、その鞆の浦もですね、もう完全にこれ平家方の根拠地であり、かつ南朝のですね、これ見たら大体思いましたね。でだからこの野良熊神社は須賀能とですね、海のね、渡墨の神を一緒に祀っておられる。これもねびっくりしましたね。面白いと思って、渡墨の神は大体安住の神で、それで安住の海中ですか、怪人たちを主催して、それで応仁三年に怪人が、その全国の怪人が騒めいたと書いてますね。騒上するんです。なぜかというと、やっぱり応仁さんが羅針から帰国、ね、何代も経ってから帰国するんですけれども、帰国されて、それで、まあ、行政改革もしたわけですね。それで海洋民族を秩序づけしたというか、漁業組合みたいなのも作らして、だからそこで怪人がですね、今までの慣習と違うからね、騒いだんですね。それであれ、なんとかの大熊って言うんですか、名前ちょっと忘れちゃったけど、その人を天部の御事持ちにして治めたと。御事持ちっていうのは御事を賜って持つ、要するにまあ、なんて言いますかね、まあ任命されたんですね。天部の長になれと言われて、それで治まったというんで、応仁天皇が捕らえてより帰還ですね、里帰りのその証拠が、まあ、それですけど、でそれとですね、はい、須賀能さんというのは全然系統も性格も全く違うわけですよね。うん、須賀能さんというのはこれは
アマテラス大御神っていうのはこれ、まあ、和人ですね。和人を率いて天孫族が和人を率いている時の、まあ、あの和人の神様として設けられた、まあ、女性神ですね。本当は男性神ですけど、和人っていうのは全部あの女が主ですから、ですからこれ女になっていただかないかんというんで、アマテラス本当あの男の神を女神に、まあ、聖天化したわけですね。なるほど。でそれであのそれと今度はもう一つの、まあ、部族っていうか種族が日本におりまして、これがスサノオさんの、これスサノオさんはバール神というかあの牛神さん、あの頭は牛なんですね。頭は牛で体は人間と、これはねあの、まあ、ケンタウルスやなんとかミノタウルスかなんとかありますけど、ミノストですかクノストスかなんかいうのがありますけど、全部あれ結局エジプトですね。古代エジプトの神様はね、みんなあの頭が動物で体が人間ですから、その一つの バールという形、バール神が混ざってきて、それがスサノオになったんですね。ゴズ天皇と思います、漢字で書くとね。なるほど。でそのスサノオさんは大陸から来たあの、まあ、朝鮮半島を通ってくるわけですね。でソシモリっていうところが高麗の、高麗と新羅の間にありまして、その辺からまあ来たと。そうです。だからそこから発祥したわけじゃないですよ。朝鮮は通り道ですから、はい、そこを通ってきたということですね。でそういう神様、あの性格の全く違う神様がこう一緒に祀っているということはですね、なんて言いますか、あの多文化を融合するというかね、そういう土地であったと。これはね、あの潮の流れからして当然なんですね。瀬戸内海というのは一緒の水路ですからね。だからその元々はなんか内海だったのはこう両端が切れたか切ったかこうなったという説もありますが、なるほど、水路ですからこっちから入ってくる、こっちから入ってくる、本当はこうどっちからだし流れるんですけど、海は看板があってそうはいかんから、こっちから入る場合とこっちから入ってくる場合、ちょうどぶつかるのは止まるぐらいなんですね。ですからこれやっぱりこっちから来る船とこっちから来る船がここで物資を交換したら貿易のために非常にあの、まあ、調子がいいと。これはあの陸の方じゃオアシスの中にですね、オアシス国家というのがありまして、そこはあのなんでその人が住んでるかというと、結局あの中国チャイナから来た物資と、それからイランとかあのアラブから来た物資がちょうどそこで人の流れがぶつかるというかね、でそこでもって物資を交換してという土地ですから、必ず商業栄えるわけですね。なるほど。だからここはそれで栄えたそうです、ね、いうことがね、如実に分かったですね。あのヌナクマ神社を拝見して、それからもう一つあそこ見たらね、ヌナクマ神社この2つしかいないけど、あの拙者というのは見たらね、あれでしょう、応神天皇とそれから旗師ね、祀ってましたよね、はい、これなんですよね。応神天皇の財務を担当した旗師もね、これやっぱり天皇さんだけじゃできませんから、八幡の騎馬隊と旗師のいわゆる財務課がついて、だからどこ行くのもそうなんですよね。あの動くときは、政府が動くときは、でそれがあのちゃんとこう明確に祀られてね、形がはっきりしてましたね。ああなるほど。それはもうあのその全体の財務も含めて一つのグループという形で動いているという。そうですそうです。その集団作らないと、で集団はあの騎馬隊ばっかりじゃね、これ補給ができないし、財務ばっかりじゃ守れないし、だから必ず財務があれば、その軍事力は守らないかんわけですね。まああの東南アジアの方の華僑の武装集団といいまして、カーウィジュを持った傭兵雇ってますよ必ずね。だから政府もそれは許してるんですよね。取り上げないし武器をね、あの武装召喚ですよね。まあ、そうだからそういう、まあ、古来、まあ、だってあれでしょ、イングランド征服する時だってユダヤ人がついていってるわけですよ。そうですよね、うん、だからそれから元だって、あの元のモンゴルの軍を支えたのはあれですよ、あのアツダス・オルタークというあれはウイグルの商人ですね、うん、それがあの全部財務を処理する。だから、まあ、当然これはもう自然な形ですよね。物理法則みたいなもんですから、でそれがちゃんとね現れて、しかも表出すのはですね、スサノオさんと海の神様ですけども、うん、そこにちゃんとですね、あの応神天皇と旗師を祀ってたじゃないですか、ね、これもそこを
これはどこにも書いてないけど目で確認してね、はい、大体私の思った通りだと改めて感じました。伴う話と喜びますよね。先生に見立ててもらうってことはすごくやっぱり信憑性がものすごく高くなるし、それ先生僕もですね、渡つみはあとその先は安住かもしれない、はい、安住ですかね、はい、福岡に安住ってありますね。そう、あそこですね、はい、滋賀の島ですよね。あの辺安住から渡つみの神に変化していくっていう感じもあるってことですよね。先生、僕ですね、一緒に回ってみてですね、意外と僕たちは素人なので、あそこに神社の数とお寺の数がもうものすごくたくさんあるんです。多いですね。やっぱりそれだけ豊かだったんですね。そうですね。もう一つはですね、一度落合先生に和歌山にちょっとお邪魔した時にお墓に連れてってもらいましたよね。あの時に僕すぐ先生に、先生このお墓おかしいですよ、家紋が偏ってないっていろんな家紋がいっぱい あのお墓は例の、はい、悠仁親王のですね、おじいさんですね、おじいさんは川島辰彦の墓なんですよ、はい、あそこはね。ですから将来の天皇のですね、ご一緒ばかりになるんですね、はい、うん、だからその墓だからご案内したんですけどね、はい、川島辰彦、その時と同じ印象がありまして、誰か意図的にこの夜はずなんですよ、人種っていうのは。ところが誰か意図的にここに一つまとめた理由があるんだろうなって、和歌山の時もそう思います。いや、あれはね、あそこああいうのは石屋墓と言いまして、はい、石屋という、まあ、ウバイド人の末裔か、まあ、熊野の末裔か、とにかく縄文系の姓が集まってるんですよね、うんうん、だから菊水の門がすぐ隣にありまして、あれ立ち話ですよね、はい、だからその熊野立ち話ですから、そういうのが結局川島君って言うと悪いけど、もう亡くなっちゃったが、これは外籍ですから、こうしてもね。川島さんの家は、私はあれで、ね、大学の同期なんですよね。同じ文化一類のね。で、あの方のやっぱり元は熊の立ち話だと思いますね。なるほど。だからその系統の、やっぱ家が集まってるんですよ。あそこはね、そう見ますと先生 の僕の大好きな地間でワンワールド地間、うん、そのワンワールド地間の大きな一部のこうパズルみたいなところに一つここもと思うのが、もう典型的なあれですね、うん、なんて言いますか、私は文明派のね、不死濃度って呼んでるんですけど、はいはい、やっぱりこう重なるところがありますよね、うん、でその不動点ができるわけですね、はい、波と波がこう重なると濃度という節ですね、はい、でおそらくその友村は完全にその一つですね、文明派がこう行って帰ってこう行く波帰る波がぶつかってできて、はい、そこ消えちゃうからそこは動かないですね。まさにこれは瀬戸内海の潮の濃度でも潮流のね、もうそれもまるであれですよね、量子力学の20スリット実験のあの波の感じですよね。だから行く波変えるのがカウントゼロになっちゃうんですね。あ、先生、潜水島 の感じとしてはどうだったでしょうか。私ちょっと足が疲れてね、上まで大変でしたね、上がらなかったんで、ね、はい、言う資格はないと思うんですけど、いやいやいや、はい、いや、まあ軽症の地であることは間違いないですね、はいはい、それから瀬戸内海は、まあ、時が荒れるんでしょうけどね、なんせ本当に乗ったり春の海じゃない、秋の海ですけど、ひねもす乗ったりでね、私は皆さんが御前山へ行ってる間ね、浜でずっとね海見てたんですけどね、実に何て言うんですか、のんびりした感じでね、あそこへこう乗ったりで火に当たってるとね、ゴッドファーザーの最後にアルパチノが死ぬ時の、私がアルパチノ死ぬ時の感じに打たれましてまあこんなことしかね言えません、だって一緒にいてないんだからね、申し訳ありません。ただ感じたのはハゼの木が少ないんですね。で昨日アブト岬行った時はハゼの木がちょろちょろとありました。私はねハゼの木が見ると分かるんですよ、感じで、かぶれるから、はいはい、アレルギーで、はい、だけどで怖いんですよ、秋の山行くのは。だから普通行かないんですよ。
かぶれるから、ところがね、あの芝は遠くから見ると赤いとかチラッチラッと、あのハゼの木のハゼの赤い色とはちょっと違いますからね、他の紅葉とは。ですからね、怖いからことは入らないんですよ、山に。だけど昨日遠くから見たらね、ハゼの木見えないんですよね。だけどこんなものあったら紅葉は後だというかもしれない、それは普通の木で、ハゼはもう9月頃から紅葉してますからね、なんでハゼの木ないんだろうと思いました、うん、僕ね、もう先生に聞きたいことばっかりじゃないですか、まあ、時間もあるでしょうけど、あの基本的にですね、あのちょっとその鞆の浦の不思議というところで先生に一度お話したんですけど、天草四郎はおそらく生きていて、朝廷の命によって鞆の浦に引き取られたっていう、それを引き継いで鞆の浦には少し隠れキリシタンの要素が少し残っているという、ありますね、まあ、ありますね、これありますね、はい、だけどあの天草四郎、まあ、これはそっち言うと話長くなっちゃうってことで言うとねあれは何のための乱を起こしたかですね、はいはい、目的があるはずですよね、うんうん、やっぱりそれはあの勝手にその、なんて言いますか、略奪藩主の、板倉ですかね、板倉のあの略奪が激しいから反抗したということではないように思います、ね、だからこれはちょっと長くなるんです、今回はそうですね、もう一つあるんですよ、僕はね、あのおそらく誰も気づかなかったこと、まあ、渡墨の神とスサノオが小さく祀られてる前に、実は韓国の花でしたっけ、あの韓国の国家の花、あ、ムクゲ、ムクゲが前にあるっていうことを僕らは気づかないよね、あれは。ここはやっぱ先生すごいところですよ。いや、ムクゲはこの今頃の季節の花ですから、行くとこ行けばどこでもあるんです、はい、だから芭蕉の句ですかね、ムクゲを馬に食われけりとかいう芭蕉の句がありますね、ムクゲは当時からあったわけです。で、あれは韓国ではムグンハって言いますよね、ムグンハ、だからムクゲというのは日本語じゃないんですよ、ムグンハなんですよ。シナでは金貨一丁の夢っていうの金ですよね、金貨一丁の夢、短い儚い夢のことを言うけど、まあ、散りやすいんでしょうね。だからムクゲというのは韓国語であるということです、ムグンハです。で、まあ、先生から、まあ、鞆の浦を見てもらって、僕があと非常にあの逆にね、これがみんなが分かりやすく伝わるかなということは思うことがあってね、江戸時代260年とも300年とも言われてますが、その間朝鮮半島とあのいわゆる鎖国はしていないという、でその鞆の浦の、まあ、名主というか庄屋である中村家の日記を260年分僕は読んだんで、その間に、実はその表の歴史では江戸時代の将軍が変わるために6回お土産を持ってきたよとなってるんですけど、実はその庄屋の日記ではずっと住んでて、もうそこでその信濃との交易の中心に入っていて、ずっとここに住んでるっていう、全く仲悪い素振りが全くないっていうところが、将来僕たちがこれからこう和合に入っていくときにね、先生のこの知見が、それにすごく役立つのではないかと非常に思いまして、まあ、外交ぐらいと思ってはありますから、あの6回12回来てるんですよ、はい、12回ね、通信士、はい、これは通信で信を通じてますから、はい、だから通行はしてないが通信はしてるわけです。信っていうのは頼りですね、うんうん、でその文通はできると、ところがね、その他にね、裏の通信士がね何回も来てるんですよ。これはみんな誰も知らない、発表しないから。それで何持ってきたらね、莫大な、ね、焼き物とかね持ってきてるんですよ、焼いてる。それは日本は焼き物好きだと、それから朝鮮の焼き物は珍重せられてるというようなことも当然入ってまして、向こうで焼いて持ってきてるんですよ。でそれはね、あの何に引き付けたかというとね、当時のやっぱり通貨問題なんですよ。元禄になって銀が不足しまして、日本は銀をですね、あの2割アップしたんですよ、うん、ということで量を減らしたんですよ。なるほど。朝銀の銀、あ、それはね 80%、65% したんかな、あので、その分だけ銅を増やしたんですね。で出土を落としたんですよ。で中国、あの韓国はそれをね、大韓民国、朝鮮ですね、李氏朝鮮国はですね、その銀をね、そのままね北京に持っていったんですよ、うん、で向こうはもう 銀と見てますから、通貨じゃないから、うん、でその白糸っていうその絹糸を輸入したんですよ、うん、でその絹糸をね、タンゴを持ってきて、ちりめんとかね、
日本に売ってたんです。うん、したがってこれ三国貿易ですよね。うんうん、銀をあの北京に持って行き、それから絹を日本に持ってきた。その中間に入ってね、まあ、莫大な貿易中間利益を得て、それで経営してたんですよ、朝廷を。それは8割にされちゃ大変だから、通貨問題で。それで、あのまあ、円安にしたわけですね、要するに。あのいやいや、領中間に、日本の通貨を。で、向こう困っちゃってですね、あの向こうでも、だ中国はそんな通貨と見てませんから、銀の地金と見てますから、もうなんか2割減ってるからですね。で燃えちゃって、それ日本にもっと戻してくれというそのお願いをするためにそれをね、そういう形はしないで持ってきてね、そいろんなもの、私ちょっとね、徳川家からね譲られたもの持ってますけど、ね、その時のもの、はいはい、それ全部徳川家を接収してもらってですね、なんと民間出さずにね、そのままですね、はい、あの津川のね、徳川家の屋敷があるんですね、将軍の、はいはい、そこへね、みんな保管したんです。そうするそれをね、吉村の時ですかね、紀州家に持ってきて、はい、で、あの紀州で預かっとけ、で、徳川さんも持っていくとこなくなっちゃってね、で、それ私のところに今来てるというわけで、そういう貿易ね、裏で貿易で、これは韓国のやり方ですから、今の徴用工も、はい、徴用工も日本の言うことは分かったし、だけどこっちのメンズを立ててもらいたいからやってくれ。僕らでものすごくね、向上してるんですよ。そうですよね。で、日韓議連はそれでなんか、そのためにお土産を持ってきますからね。うんうんうん、それをもらってね、黙ってるんですよね。はい、暗黒寺の、やっぱりその…これは驚きましたね。暗黒寺は、暗黒寺永慶という僧侶のことは日本人には可能出てくると思いますよね。スパイ容疑で死刑されちゃうんですね。死刑になる。暗黒寺の長老ですね。立派なお寺ですよね。大規模寺院とは言えないけど、しっかりしたお寺ですね。そこでまさかですね、伏見宮の一族があそこに入っていってね、そこであの誕生した。これはびっくりしましたね。伏見宮だけだら、私もね、ね、昭和天皇とか大正天皇もご誕生になってると。これでね、納得しました。というのはね、これも言いますよ、女も。もう隠しても仕方ない、はい、大正天皇も当然大村明治天皇の子ではないし、昭和天皇も当然大正天皇の子ではありません。ね、それがですね、そうするとあの御所で生まれてるわけないわけですね。他のところで生まれてきてるわけですよ。じゃあどこで生まれてるか、私のね、長年の疑問だったんです。なるほど、それは分かったということですね。しかもその生まれた場所が友の浦ということはね、南朝の後であり、しかも平家の後である。これが本当の皇室の周りの平家であり南朝なんです。これをね、あのまさに、だからまずこの説は証拠あるかと言われても間違いないと思います。だから証拠なんか出せるはずないんだよ、こんなもんね。出したら日本国の歴史全部塗り替えなくちゃいけないでしょ。まあ、塗り替えるのも必要なんですけどね。まあ、その時期まだちょっと早いんでしょうね。だけど半分ぐらい来てるからね、こうやって喋ってる。半分ぐらい来てる。ありがとうございます。ありがとうございます。で、最後に先生、あの、またいつものことなんですけど、この歴史をみんながこう知っていった時に、若者たちはどういうふうにこの国を思い、そしてまたどういうふうに開いていくことを期待されます。まあ、あの当然これ日本があのリーダーを尻尾を取ればいいというふうに普通思うとね、はい、あのやっぱりそういう表出ない方がいいですね。それもじわっとね、うん、だから今みたいに円安に利用してたくさんの外国人に来ていただいて、日本人とは具体的にどんなものか見ていただいて、なるほど、それでね、そんなに特にですね、容姿際立ったわけでもないし、そのハリウッドのスターとかそんなもんでもないと。あのハリウッドのスターも最近変わりましたけどね、美男美女が揃ったりね、そんなあの英雄的なもんじゃないと。だけどこの普通のね、あの普通の格好した日本人の心がですね、とてもそのそういう独特な心があって、人を思いやりですね、すいませんといいね、あのご苦労さんといい、人のあれを尊重すると、人をね、こういう国民がいるんだということを悟っていただいて、普段あれ外国の方たちが生きてるね、おられるようなね、その利己主義とかね、うん、あの
競争主義、人に負けちゃ損すると、なんかちょっとでも得しなきゃいかんというような世界ではない世界がここにあるということをね、分かっていただくのが一番。あ、さっき ね朝私がここでね、あの朝食いただく時にって、お子さんを2人連れたスコットランドの夫人がいて、まあ聞いたの、ウェアフロントスコットランドで、ね、とあのスコットランドから来ましたって、お姉ちゃんが全部、ね、完璧な日本語しゃべる。日本語ですか。それでね、あのお母さんに、あのデュラックジャパンって、わあ私は大好きと、友の村に来てね、でもだってお嬢さんでも完璧に日本語しゃべってるんですよ。おし勉強されたんだね。そうですね。もうそれで実質、これありがたいことですね。これがずっと広まっていってね、日本ってそんなね、鬼でもない、あのあれでもないで、韓国と中国行ったら日本人は鬼だって言ってるんですよ、あれ。鬼はまだ悪いち。まあ向こうで鬼って幽霊のことですから、あの、ね、だから日本クリシーって言いますよね、はい、鬼の子って。普通日本人で呼ぶときは日本クリシーって言いますよ。まあこれは日本で言うとね、言い返したらちゃんころっていうことなので、これは日本は言いません、そんなことね。まあ、まあ向こうはだから日本人が中国人に対してちゃんころっていうの言い方を向こうは日本に対してしてるんですよ。で先生、こういうことですかね、そのまあ日本人がバンと表に出るというよりは、今たくさん発言とかね、たくさん来てもらっているので、これでもう進んでるんですよ、どんどん進んでる。日本理解ってことです。本当の日本理解してくれたらね、あのまた、うん、ね、でやっぱりアメリカと日本の関係も本当はそれで良くない、そうでないと良くなりようがないんですよ。だってあのケネディのお嬢さんね、あのベッピーさん来たでしょ、はい、あの大使で、はい、本当に来たら、いやもう慰安婦のあれ反省せないかんとか言うんですよ、うん、あのくらいのインテリであって、あの知恵ね、最高インテリであっても日本人はですね、慰安婦をあの略奪暴行なんかいろいろして悪い思い込んでたんですよ、あれ日本に来た時、うん、大使があれも大事でしょ、こんなんじゃね、とてもね、日本は日本として生きてられないですよ、こんなこと。ということはあれですよね、あの今白人がこれからたくさん来ると思うんですけど、はい、その時に政府ではなく国民の一個一個の生活がその広がっていく。だからね、外務省がいくら接待してパーティーするんで、ね、こういうところに 来ていただいて、はいはい、でそこで挨拶して、ね、うん、日本おいしいですか、あ、そう、お母さんはね、和食食べてましたね。素晴らしいですね、ええ、あの外務省もあの政府も後から国民の後ろからついてこいっていう、いや、そうですよ、ですよね、外務省がね、そんなもの日本あの国民を指導してるとかね、はい、お前からあるもんね、日本じゃないですよ外務省なんちゃ先生、でもあの今回はあのうちのあのルーツに一緒に来ていただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございました、これはまあ日本のルーツとも呼べるような方かもしれません。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また次のタイミングがありましたら先生と一緒に出ますので、またお会いしましょう。あなたと、そして僕と、そしてみんなのために、そしてこの星のために、そして次の世代のために、どうもありがとうございました先生